ノーひとまです今回は、ひたまゆ的最強キャラランキングやっていこうかなと思います。いやー、カムサリシャンクスでね、出てやっていこうかなと思うんですけど、皆さんどうですかね、新環境。まあ、なんかこのキャラが突出っていう、突出突出っていうキャラはないよね。まあ前回5周年で、黒、ま、ロ,ロジャーが圧倒的1位になってしまって、もうロジャー4、ロジャー、もうロジャー8人パーティーみたいな、まあそんな感覚になったとは思うんですけど、8人試合か。いや、やばかったんですけど、まあ今回は割かし結構調整できたのかな。 とはい。まということで、ね、今回は S マイナス SS プラス SS みたいなねまあそういう感じで分けていこうかなと思います。レッツラッグ。はい。ということで今回 S マイナスはこの2人ですね。 人かなまず、木道を見ていきますか。軌道ね、普通に強いんですよ。やっぱり、スキルの数だったりね、敵虫ダッシュだったり。まあそこら辺強いんですけど、まあ、軒並み新キャラに対して、最近のね、新キャラに対してきついと。まあ、ジャブラ、ブルーの叱り。まあ、ブルーのとか鳥際とかね、まあその子があるんですけど、まあ、スライムもなかなかきつかったりね。まあ、ルッチもそうだし、シャンクスもそうだし、なんか軒並み若干きついみたいな。まあ、そんなところあるよね。まあ、だけど全然強いと。まあ、やっぱ敵虫ダッシュはね、すごい大事だし、まあ、この防御虫 アメゲーム無視があるんでまあそこはね、えー、刺さる盤面あったり、まあ、回避遅延もあるんでね、まあ、全然刺さる時もあるかなと思うんですけど軒並、まあ、みね情報修正緑ロジャーだったりねまあきつくなってきてはいるなんか新キャラに対して大体きついみたいなまあそこら辺って感じかな。 で、もう一人は白ゾロなんですけど、いや、白ゾロはね、まあ、でもきつくはなった。まあ、やっぱ一回復活消されるかもしんないし、まあ、そこら辺ね、破棄があるんですけど、でもいいところある。いいところはやっぱ白属性ってところで、まあ、白シャンクスにね、回復されなかったりと。まあ、他にも、なんか今後、もし、あの、あの、破棄解除あるじゃないですか。例えば白シャンクスみたいなで、白シャンクスと、まあ、白ゾロがあるんですけど、両方ともねえ、パラメータがアップしないんで、まあ、解除されないところあるんですけど、でもね、こっちの破棄って、例えば、あの、燃焼状態 は入るわけけでですよ行動不能だけなんでまあ、つまりねあのー、もしオリンとかアルベルドはこっちのねゾロは破棄解除多分されないよねでもあのシャンクスはされるみたいな感じがあるんでこれから行動不能のね、えー、あ状態以上で解除じゃなければまあこっちのゾロの破棄は切れないけどシャンクスは切れるみたいなまあ、そういう状況ありそう。 うん、まあわかんないけどね。まあ結局状態以上。まあ行動不能の状態以上によって、まあ振動とか石化でも、まあ無効化されたら解除とかも出るかもしんないんで、まあそこはあるんですけど、まあ若干違うんでね、まあ全然期待できる。で、やっぱりこっちは防御虫だったり割合もあるんで、まあ普通に敵虫出してもね、あるんで強いかなと思います。はい、ということで次は S ということでね、まあ S はこの4人ということで、まあまず見ていきますか、まあ緑ロジャーかな。緑ロジャー、まあこちら情報修正でめちゃめちゃ強くなって、まあちょっと弱いとしたら、まあ回復不能に対してね、 まあちょっと弱いんでまあ、そこはねカムサリに対してスキル2でまあ、こっちはねあのカムサリあ回復不能もあの,かあの状態異上無効になってくれるんで、ね、まあそこはね,ね、えー、うまくいかせたらなって思いますねで他のねまあ、状態異上はあの50以上の行動不能、えー、だけなんであの行動不能以外のやつは入っちゃうんですよ普通の時はまあ、でもこれやっぱスキル2で、えー、状態異上を無効化するんでそこをなんとか合わせたいけどやっぱ白シャンの数多かったりね白シャンに攻撃されたら回復されたりするんでちょっとそこは面倒くさいかな っってわけけじゃないですけどまあやっぱワンパンパ火力そこはやっぱ魅力的かなと、まあ、ほんと敵次第 <laughs> 敵次第で全てが変わるキャラかもしれないいやもう大無双する時もあるルッチとかね多かったりまあそこら辺ねブルーノとかもワンパンできたりするんでね回転中まあそこら辺素晴らしいキャラかなとはい思いますということで次2回見ていきますかいや2課もね ちょっと正直評価上がってきてる自分の中で。まあやっぱり、あの、ルッチと、えー、シロシャンクス、結構耐えれます。ダメージ入んなかったり。まあやっぱりね、そこのね、ダメージ入らないキャラに対しても強かったり、あとは、なんだろうな、クロロジャー。クロロジャーもう割かしいける。全然いけないわけではないから、まあ多少はね、時間稼げるんで、で、しかも敵虫回復と超過があるんでね、結構貴重かなと。で、バージョンランクでね、えー、相手もワンパンできたりするかもしれないんで、そこは。 いいかなと。でやっぱカウンターがでかい今になってやっぱシロちゃん結構ご利用してくる人多いんでそこでカウンター合わせたりとかねまあカムサリーだけ気をつければカウンター失敗してもねまあ別に圧倒的不利なわけでもないしまあルッチは、まあ、やっぱり硬いかなと思うんでねで白シ,シャンもフット分で回復もしっかりできるということで結構いいよねで次エックレッツ・ルフィかなまあこのキャラはもう変わんないっす。はいもうなんか 特別枠うんエッグヘッドルビーとブルーノに関してはちょっと特別枠かな。まあ普通に強いし厄介だなって感じ。で次はジャブラ見ていきますか。まあジャブラちょっときつくなってきてるのかな。まあやっぱりセライム他のキャラが勝ってきてくれたりするけど、まあやっぱりあの一瞬で倒す力はね、ジャブラの方がか強かったりするんですけど、まあ最近防御武士のねキャラも多くなってきたりね、まあ、シードを割られることも多くなってきたり、であとやっぱ吹っ飛ばしないのがちょっと痛いよな結局。吹っ飛ばしが1個でもあればみたいな通常攻撃フット とかあったら、まあだいぶねロジャーからも守れたりするんですけど、やっぱ終盤のそこはちょっと怖いかなと。破壊力はあるけど、ちょっと守りの能力は若干低いのかなと思ってここにしました。はい、はい、ということで次は S プラスかなということで見ていきますか。まあ S プラスまず一人目見ていきますかブルーのということで、まあ、ブルーのに関しては本当に試合終盤が強すぎる。試合終盤に関してはもうトップ3ぐらいみたいな、まあ、ぐらいの扱いでもいいんじゃないかぐらい強いんですよね。まあやっぱり機動力とまあ、ドアドア、まあ相手のね試合 終盤30秒で出てきたらあーゲージ少ないところ狙っていこうみたいな、まあ、そこを狙ったらもうほぼ確実に取れるのがね、まあ、このキャラなんで、まあ、やっぱり。 ちょっとやっぱりスキルチェーンもなんだかんだめちゃめちゃでかいスキルチェーンマジでかいしでしかもめちゃめちゃ回復するしスキル当ててもね、まあ、ワンパンしきんないと、まあ、すぐ回復されるんで、まあ、そこはだいぶ強いのかなと、はい、思いますということで、えー、次ルッチ見ていきますか、まあ、ルッチに関しては、まあ、めちゃめちゃ強い まあ何かきつくはなってきてはいる間違いなくまあやっぱ爪痕とかのおかげでねシャンクスめちゃめちゃ無限に打ってたりもするんでまあちょっとね環境に噛み合わなくはなってきてるんですけどまあ今になってやっぱりあの前までの環境だったらアタッカーとしてめちゃめちゃ活躍してたんですけどやっぱりねこの透明透明ではないかミニマップに映んないプラスこの割合からのこれ。 いや割合マジ強いこの70%めっちゃ食らうしでその後スキル2で逃げれるしやっぱりゲッターとして覚醒してきたかなとアタッカーで覚醒してたんだけど今になってゲッターとなってまあ活躍してきたかなと思うんでまあここかなまあ正直1つ上でもまあおかしくはないはいということで最後は SS ということでねまあこの3人かなまあやっぱり強すぎるうんセラヒムねこんな対策されてるんだけどセラヒムがいなかったらってことを考える環境 恐ろしいもうシャンクスは無限に旗抜いて、まあ吐きついて、で、ロジャーは無限にカムサリ撃ってるみたいな。まあセラヒムのおかげで落ち着いてるところはある。うん。まあそこら辺あるんでね、見ていきますか。まあまずシャンクス。まあ順位考えるとしたら難しいな。正直ロジャーが1つ抜けてるぐらいかな。まあシャンクススラインはいい具合かな。まあ今の環境だったら、で、ルッチが入ってくるか来ないかみたいな。まあブルーのルフィはちょっと別枠みたいな感覚かな。まあということで見ていきますか。まあシャンクス。まあめちゃめちゃ強いですよね。 カムサリとかもあって防御無視ででこのスキル2のコンボスキルも強いしまあ破棄中はほぼ無敵みたいなまあ白黒じゃなければね相手がまあ、回復できるんでまあそこはね、えー、無限に耐久できるんですけどまあちょっと破棄がないときまあそこが恐ろしいかなぐらいかな弱いところまあちゃんとね弱いところもあるんでこれからね破棄解除のキャラが出てきたときまあシャンクスきつくなったりするのかなと若干思うんでねうーんまあ今の環境はでもめちゃめちゃ最強かなうんさついきますかまあ次スライムまあさっき言った通りスライムがいないときい まあシャンクスもね一瞬でやられる時もあるんですけどまあ実際まあ耐久できたりもするんでまあ僕もね結構シャンクス使ってまあすぐ倒せる時と倒せない時あるんでねまあやっぱり時間稼ぐことは一級品だったりまあしかも旗も飛べるからねまあ超過まあめちゃめちゃ強いなとでスキルにもま月帯に対してねえ火力が入るんでまあそこはね良かったりするんでまあ通常攻撃の長さかな通常攻撃長すぎる。 <laughs> まあやっぱお宝エリアに対して強すぎるんだよな。よろけず吹っ飛ばないで、え状態以上、向こう、もう全部揃ってるもんね。で、さらに無敵3回で、スキル2は無敵スキルみたいな。で、通常攻撃はもう過去最強レベルのディフェンダーの通常攻撃みたいなところあるからね。いや、強い。 で、最後はロジャー行ますか。まあ、ロジャーに関しては、黒属性で、なお良かったなと。はい。まあ、やっぱり、赤、青、緑だったら、シャンクスにね、回復されたりして、まあ、シャンクス最強ってなってたかもしれないんですけど、まあ、やっぱりシャンクス回復できないから、ロジャー攻撃しても。まあ、スキルにで KO するぐらいか。ま、あそこら辺なんで、まあ、それが、 素晴らしいかなとまあちょっときついとしたら回復不能がきつかったりえ旗ダッシュしてる時に気絶付与しちゃうんでまあ、それで無効化されてあのー、カムサリがね、えー、短縮してしまうんでカムサリじゃねえよスキル2かコンボスキルの方が短縮されるってところがまあ今の環境できついところかなであとセラムに対してねまあ、なかなか倒すのが難しかったりするんでまあでもそれはね正直ブルーのシャンクスとかまあ、ジャブラとかもいるんでまあ、だいぶ落ち着いてきたかなとあ思いますまあそれでもねやっぱ C1 点争い最速だったりねいややっぱりローャー最 最強すぎる